はい、どうもメーヘラおじさんです。まだ今日親がいるんでですね、外で撮ってます。はい、婚活絡みで、ペアーズで連絡取っている方とですね、ちょこちょこやり取りをさせてもらってて、電話するなり、お会いするなりっていうのはできそうでございますというところなんですけど、今上いるんで、ちょっと電話も難しいかなというところで、ちょっとアポ、どっかの休みの日に会いましょうっていうことは言ってますというところなんです。で、一応ね、趣味に YouTube やることも書いちゃってるんで、どこまで話すかなってところだと思うんですけども、やっぱり、相手さんからしたら、こういう動画でネタにされてるとかっていうのはやっぱり、あまりいい印象を抱かないと思うんで、動画の中でもですね、もちろん関係が終わった方の話は全然できるんですけども、関係をこれから深めていきたいなという方の話をね、やや言うのもどうかなというところなんで、詳細のところはちょっと割愛しようかなというふうには思ってます。はい。どうなんでしょうね。逆になんかそういうことをやってるっていうことに対してポジティブな印象を持ってもらえたら、多分話は早いと思うんですけども、個人的なところで言うと、なんか付き合ったり結婚するっていうことよりも、多分今 YouTube やってる方が楽しいんで、なんかそれを許してもらえない、そういうのやめてよって言われると、やっぱちょっと厳しいなというふうには思ってるところでございます。もちろん私の話はしないっていう約束であれば、もうやってもいいよっていうんであれば、やり続けると思うんですけども、そこですかね。そんなこと言っても、まずは会わないと話始まらないんで、どこで自分がその、YouTube でどこまで話してるかとかをカミングアウトするかっていうのは、考えないといけないですけども、とりあえず前に進んではいるなというふうに思ってます。はいですね。電話するなり、言うたらお会いするなりっていうのはもうちょっとアポ取れそうな感じなんで、というところでございますね。はい。で、やっぱり初めて、こうやって成立したので、この気持ちを忘れずに、やっていければなと、もう連絡くれてありがとうっていう気持ちはめっちゃあるんで、そこは大事にしていきたいですし、これから、マッチングすることがあったとしてもですね、その気持ちを忘れずに、いろいろ頑張れたらなというふうには思ってございます。ということで、ちょっと寒いんで、これぐらいにしておきますね。はい、以上です。